何かこれを見たら癒されるみたいなね、はいはいはい、そういうお話で ある男性から DM が送られてきたんですけど、その方おそらく今、30代40代ぐらいの方なんですかね。で今現在お仕事の都合で茨城県から千葉県まで夜中3時過ぎにこう移動することが多いらしいんですよね。でその時のことだって言うんですけど、まあ、そもそもなんですけどこの DM の、ね、冒頭で人間って誰しも、まあ、それこそね海を見たり山を見たりすると、心が落ち着くってことありますよね。何かその心がこうふっと和らぐというか嬉しい、その光景ってありますよね。僕の場合はこうなんですっていう始めだったんですね。でこの方が夜中、まあ、常磐道こう高速ね車を運転してるとあるところで中央分離帯、まあ高速走ってるわけですから本当一瞬なんですけど、中央分離帯に真っ黒な人の形をした何かが立ってるのが一瞬見えるらしいんです。ただそれからしばらく進んでいくと今度は左側の路肩にやっぱりさっきと同じ黒い人の形をした何かが立ってるのが見える。でも結局これも一瞬なんですよね。なんですけどさらに進むと青看板ってありますよね、どこどこまであと何キロとかその地名が書いてある、あの青い青看板にさっきのあの黒い人の形をした何かがトカゲのようにベタッと張り付いてるらしいんですよ。で今までの2回は一瞬なんですけど、はいはいはい、青看板って正面にあるから数秒間見続けるんですよね。やっぱりはっきり見えるらしいんですよ。で青看板にへばりついたその黒い人の形をしたものがこの看板をベタッベタッベタッとまるで手に吸盤ついてるようによじ登ってくるらしいんですね。でそれを数秒間見ちゃうんですと。でそれが、まあ、仕事中ねその常磐道を通ったら必ず見るんです。ただ僕それ見た時にものすごく嬉しくなるんです。嬉しくって僕涙が出るんですっていう DM が送られてきたんですよね。面白いですけどね。おそらくだから何かそれに見入られてんじゃないかなっていう。あんまり見たタイプじゃないですよね。なんかちょっとコミカルな絵というか。でも見た本人は怖いというよりかはむしろ逆の。嬉しくてたまんないらしいんですよ。涙が出るほど嬉しいらしいんですよ。逆に怖いですよね。本当に引っ張ろうとしてるんじゃないかみたいな。だその何かがもうその感情すらなんかこう変えてそうですもんね、うん、これ嬉しいことだろうっていうような、うんうん、いやなんかそんな感じますよね。だから嬉しいと涙を流してるのは別個なんじゃないかと僕ちょっと思いますよね、うん、